髪ややこしい。あなたが落としたのは AXGL30 ですか、それとも AXSL25 ですか。片番で聞いてくる。何も落としてないんですけど。おー、こんな痛子に耐える。死んだおじいちゃんと話をしたいんです。わかりました、あなたのおじいさんの霊をここに下ろしてみせましょう。はっ、こんにちは。え、おじいちゃん。そうだよ、おじいちゃんだよ。イエイイエイ。絶対おじいちゃんじゃない。その声間違いない、おじいちゃんだ。おじいちゃんだった。ずっと会いたかったよ。わしも会いたかったぞ。死ぬ前に私にあんなにひどいことを言っておいて勝手に死んじゃうんだもん。もう一度会って復讐しないと気が済まないわ。流れが変わった。あさみ、あの時は本当にすまなかったな。とか言うわけねえだろクソガキ。ちょっとだよ。ジジイもやる気。ジジイ、お前をもう一度殺してあの世に送り返してやるよ。それしたら罪のないイタコさんも死ぬ。アサミ、お前は重大なミスを犯している。は？何を？この俺を現世に呼び戻してしまったことだ。何？はあ！うわあ！孫の体をいただいたぜ。体を脳を通ってくる。お前が友達の太鼓だな。あ、はい。いいな、今日のことは忘れろ。あれ、どうでしたか？おじいさんとは会えましたか？はい、会えました。ありがとうございました。じゃあ、タエちゃん、行こっか。怖いんですけど。お前が警察に駆け込んだところで、どうにもならねえぞ。法では裁けない。1ヶ月後。課長、その書類私がまとめておきますよ。いいのかい？最近あさみさんは仕事に前向きで素晴らしいね。わかる、あさみちゃん最近明るくて優しいよね。ねえ、タエちゃんもそう思うでしょ。そうだね。ウェイ、私はどうしたらいいのか誰か教えて。次回予告。なんと次回の太鼓は催眠術師に糸にコインをぶら下げて揺らしながら、あなたはだんだんお腹がすくって言われたの。それを5時間ずっとやられ続けたら確かにお腹減りました。すごいよね。次回もお楽しみに。もし可能であればチャンネル登録高評価を。いや、やっぱなんでもないです。